日本近畿地方大阪府大阪市中央区、淡路町淡路町は、大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は、淡路町1丁目から淡路町4丁目。船場のうち、北から7番目の町で、北は平野町、南は河原町、東は東横堀川を挟んで、内淡路町、大手通り、西は西横堀川跡の阪神高速1号。 環状線期待期を挟んで、西区宇都母本町と、それぞれ接する。大阪メトロの御堂筋線及び堺筋線の中間に位置する地域である。1872年まで、現在の2から4丁目のうち中橋筋。土ぶ池筋間は北鍋屋町。土ぶ池筋新西橋筋間は中船場町。新西橋筋引く御堂筋間は淡路町理町,町。 御堂筋生は津村北の町、西横堀川沿いは浜町という町名だった。かつて淡路島から当地へと移住してきた人が多かったことに由来する。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市中央区の町邸朝一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧 AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧 AB、淡路町の郵便番号。 日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長。あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザト総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザト総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧 AB 人事更新録第8版う41ページ 2020年4月5日閲覧会社案内遠隔島貿易株式会社公式サイトありがとうございます。